東西自由通路設置前の蟹駅蟹駅は岐阜県蟹市下江戸にある東海旅客鉄道大多線の駅である。駅番号は CI02 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは個線橋で結ばれている。校内トイレは駅舎に隣接している。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で、 美濃大田駅が当駅を管理している。JR 全線切符売り場、タッチパネル式自動券売機がある。奇襲店の美濃大田駅、田地見駅を除くと、大多線では唯一の自動券売機設置駅である。自動改札機は設置されておらず、エレベーターは東西自由通路と共同仕様となっている。2013年3月に改札外にあったキオスクの売店は営業を終了した。 その後、キオスクが取り壊され、自販機コーナーとなった。窓口の営業時間は、7時から19時までで、駅員配置時間外は、出殺口が閉まり、自動券売機も発売停止される。2009年2月に2番線北側に引っ込め線が新設され、旧引っ込め線は撤去された。旧引っ込め線上には、旧ホームと現一番線を区切る形で2010年3月に、 フェンスが設置された。とかの運用も同年に開始され、当駅は簡易改札機による対応となっている。2011年6月現在、カニ駅等土地区が整理事業に伴い、駅前広場整備が行われている。利便性向上のため将来の京城駅車化も構想されていたが、事実上断念。東西連絡通路のみ建設されることとなり、2013年4月より、西側、 東側の順で地質調査が行われ、東西連絡通路の工事着手、2018年3月23日に供用開始となった。2番線は、田島方面への折り返しが可能な構造になっている。岐阜県統計省及びガニ氏の統計によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通りに推移している。隣接する名鉄新加入駅より、 利用客は少ないが、岐阜駅へは当駅からの方が所要時間が若干短い。駅前広場を共有する蟹駅と新蟹駅、名鉄広見線新蟹駅が隣接している。二つの駅舎の間には JR の線路を越えるための自由通路がある。駅前には腕木式信号機が保存されていたが、2014年撤去された。駅舎の反対側には駐輪場がある。 大型商業施設や観光庁などは、比較的駅から遠い場所にあり、徒歩で10分程度様子。東海旅客鉄道 CI 大多線下きれ駅、蟹駅美の川駅。ありがとうございます。